おはようございます。ゆきちゃんでございます。えー、っと、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。えー、だいぶ寒くなりましたよね。もう、コートっていう気分に、どん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 近づいてきてるなという、えー、今日この頃ですけれど。えー、特にまあ、枯れ葉がもう僕も落ちるんで、えー、このメダカ層もですね、毎日こう、葉っぱの掃除が忙しくなってきてる、えー、来てるような感じです。はい。 えっと、さて、まあ、昨日はですね、ちょっとやっぱり悲しいニュースがありまして、えー、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、えー、高田健道さんがお亡くなりになったということで、まあ、81歳ですから、まだまだお若いのに、えー、残念だなと思ってます。で、実はまあ、服というよりは、まあ、私にとって、えー、高田健道さんって方は、えー、節モードセミナーという、 まあ、長せ節さんって方が、えー、やってた、まあ、いわゆるモードセミナーがあって、まあ、そこでこうクロッキーでいつも絵を描くんですね。で私はもう末席の方でよくあのクロッキーをやってたんですが、えー、一等もう前の方に行ってあ、高田健三さんがよくガッガッガッとこう、えー、お描きになってた姿が、えー、懐かしく思います。 ご存知の、ま、渋谷西部っていう、西部百貨店ができた時も、西部のですね、2階、渋谷西部の2階に、ジャングルジャップっていう、ま、ちょうど、なんていうんですかね、もうやっぱりジャングルのような形のところに服を置くみたいなことを、新しい挑戦をやったりして、ま、当時のやっぱり西部の百貨店の、ま、あの、社長は、堤誠二さんという方が、非常に挑戦的な方でしたから、ラルフローレンを入れたり、 いろいろこう、まあ今までの百貨店という概念をどんどん破ることをやられた方ですけど、この中で高田さんの売り場をお作りになったなんていうのも懐かしく思いますし、まああとはパリですね、パリのちょっと広場の名前を忘れましたけど、まあその広場の一角に建造のショップがあって、 で、そこの服というよりは入り口にある、こう、灰皿があるんですけど、まあ、その灰皿にですね、綺麗になっている灰皿に、一個だけパッとこう、え、タバコが刺さってて、そのタバコがですね、真っ赤な唇がピッとこうついている。まあ、ここで自分のところの、まあ、高田さんらしい一つのイメージが、そこで感じ取れた、なんていう懐かしい思い出がございます。はい。 ええと、さて、ええと、昨日でおかげさまで、フォックスブラザーズの、えーコートイベントも終わり、多くの方が随分お越しいただきました。どうもありがとうございます。ええー、まあ、フォックスを通してですね、やっぱりまあ、皆さんがこの冬を楽しんでいただくためには、これから急いで、え工場と打ち合わせしながら服作りをしていかなきゃいけないな、というふうに思ってるのと、あとはまあ、10月の30日から、 えっと、これはオンラインで第2回目の、えー、赤峰ヴィンテージイベントをやります。これも相当お楽しみになさってください。えー、かなりの、まあ、私がのフィルターを通させていただいた商材をですね、えー、10月の30日から一応確かこれは5日間かな、えー、と公開いたしますので、よくご覧いただければなというふうに思います。はい。 えー、この寒い中、明日はちょっと朝市で、えー、軽井沢まで行ってきます。まあ、軽井沢の方からですね、もう冬と同じですからあた暖かい格好でいらっしゃってくださいということなんで、もう本当に冬物着ていく、まあある種楽しみでもあります。はい。えっ、ー、と、今朝朝市でですね、着いた雑誌が、えーとえー、こちらです、えー。ご存知のメンズプレシャス。 えー、これは今回、まあ、三船敏郎さんが、えー、特集なんですけど、まあ、私もですね、えー、この、まあ、山崎真理さんがお書きになった、えー、頭と、えー、2ページ目は、えー、とこのいわゆる、えー、わびとさびという、まあ、男の着方のわびさびというものがどういうものかということをですね、ちょっとコメントしてくれということで、えー、とコメントしておりますんで、えー、ぜひぜひ、えー、ご覧いただければなというふうに思います。はい えーとさでは早速ですね、えー、コメントを読ませていただきます、えー、JA さん JA030986 さんありがとうございます、えー、JA さんから赤峰先生いつも素敵なお話をお聞かせいただきありがとうございます私は今年40歳を迎えた若輩者の男です日々赤峰先生のお話を聞くことで予想こと正しく暮らすことの大切さを えー、を、えー、噛み締めております。えー、そうそうですが、赤峰先生にご質問、質問があります。えー、夏も終わりを迎え、秋の訪れを感じることが多くなりました。が、えー、赤峰先生がこの冬、秋冬に身につけることを楽しみにしておられるアイテムは、えー、終わりでしょうかえー、私は今年、秋冬に向けて、厚手のウールのガンカラブチェックのコート、え、ライトグレーのフランネムのスーツを新調しました。 まあこんな風に書かれています、えー。ラグランスリーブのベルト付きのもので、えーまあ、これを身にまとって、えー、着るのが楽しみでしょうがないですと。ダブルブレストはまあトラザーズは股上が非常に深い、えー、トラザーズを選びましたということで、えー、非常に、えーまあ、楽しみな感じですよね。赤峰先生をワクワクさせてしまうアイテムとはどんなものかとても興味がありますと。えー、ご紹介いただければ、えー、よろしくお願いいたしますという。 ええと、まあね、まあやっぱり50年以上服着てるんで、毎年この時期になるとね、おっしゃられるとね、ワクワクするんですよね。で、どれ着ようかな、どれ着ようかなと。え、やっぱりまあ私の場合はやっぱり赤峰流の色合わせ。これがやっぱりポイントです。ですからこれが一般のセオリーからとはちょっと違うかもしれない。でも私流には長年培った中で色のかぶせ方、乗せ方っていうものをどうやるか。 でも基本の木はグレーのトラザースであったり、まあこういうふうにえ白の基本的なシャツだったりしますけど、まあミスターブラウン、ミスターブラウンと言われるんでできるだけ最近ネイビーとかグレーを着ようかななんていうふうに思ってますけれど。まあ今日のスタイリングもですね、こちらはあの、ヴィンテージのいわゆるかなりまあ木糸のおまあネイビーのえースーツです。で、これに私が乗せた色は、 え、ネイビーの、これはまあちょっと、え、インドのシルクなので、少しこう、み木風になってますけど、まあここらにまあブルーのチーフをして、え、ベルトと靴は、え、茶をしております。で、まあこれなんかも一番私の定番なんですけど、まあじゃあ、あの、いわゆる J さんがおっしゃられるように、まあ今年のシーズンワクワクしたものは何か、まあ実はちょっと考えてみたんですけどね、やっぱり、 自分がやっぱりこう、ワクワクするものを自分が実は作っちゃってるわけですよね。だから探してきるわけではなくて自分が作っちゃう。で、ワクワクしてるものの中の一つが、実は、えっ、ー、と、こちらのジャケットです。えー、これは襟がないです。でえっ、ー、と、レーベルはこちらにございますように、えー、赤峰ローヤルライン。 のクラススポーツ。<laughs> 新しいラインで、そ、え、れ、ー、は、いわゆるこういうふうに、ターンナップで、えー、作ってます。ですから、まあ、ワクワクしたいのは自分が作ることで、これをまあ、あの、悪い言い方するとちょっといじめて、まあ、何年自分があと元気なうち、えー、着こなすかという、まあ、これをこう、いじめてやろうと。 まあ、記事はいろんなものがあるんですけど、まあ、そういうふうに、まあ、ワクワクするものを自分が自分で作り出しちゃまあ、糸の段階から作って、まあ、やっぱりこれをが、まあ、結構ほころびるぐらいの状態で作りたい。まあ、こちらには、まあ、えーえー、レーベルがあって、まあ、あの、ポケットの形はもうこういうふうにですね、いや、もみ玉という非常に細い、 もみ玉のポケットで、ちょっとヴィンテージと間違えられるようなものを今から作って、まあこれが20年後、30年後、もうこの頃は私はこの世にはもちろんいないんですけれど、まあこれがちょっとヴィンテージだなというようなものにノミネートしていただけるようなものを自分が作り出したい。 っていうのはあるんで、まあ、J さんのこうご質問のように、ワクワク感っていうものはもう自分が、やっぱりこう、前のシーズン、まあ来年の半夏のことをもうすでにもちろん考えてますけど、やっぱりワクワクする、こういう今の時代の気分ってこうだよなと。だったらこれ作っちゃおうか。みたいなところから、やっぱいつも。ただ、その基本の木は、えー、何度でも申し上げるように、グレーのトラウザーズあったり、白シャツ。これはもう外すことができません。それに合わせる、まあシックで、 スポーティーなんだけどドレッシーっていうような、まあそんなもんですよね。ですから、まあ J さんがあのお作りになったものは比較的、まあガンクラブチェックがどんな色のガンクラブチェックで、まあまたあのライトグレーというのはどのぐらいのグレーなのかちょっと写真でもお送りいただけるとありがたいんですけど、あのまた、もしお送りいただければ、それをですね、やっぱこの合わせだったら、こういうものがいいですよと。 ガンクラブチェックの、まあ、やっぱり色のぐらいによって、まあ、ライトグレーのスーツとの相性みたいなものについてですね、まあ、できればアドバイスを申し上げたいなというふうに思います。はい。えーと、今日はここまでです。まあ、また水曜日お会いし,し,、えー、したいと思います。はい。では、よろしくお願いいたします。チャオチャオチャオ